ミニトマトが鶏ひき肉の美味しさを引き立てる。こってり中華をあっさり中華に大変身。トマトの旨味が味の決め手。鶏肉の麻婆トマトをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずミニトマトはヘタを除きます。オクラは輪切りにしましょう。フライパンにサラダ油を熱し、鶏ひき肉を炒めます。パラパラにほぐれたら、混ぜ合わせた材料 A を加えてさらに炒めます。ミニトマトを加えて炒め合わせます。鶏ガラスープを加えて3分ほど煮ます。水溶き片栗粉を加えてとろみをつけましょう。器に盛り、オクラを散らせば出来上がりです。ピリッと辛い豆板醤の美味しさでご飯が進みますよ。ぜひお試しください。